青コーナーよりプロレスリングノア佐野直樹入場。この男が入ってまいります。赤コーナーより新日本プロレス柿原正人入場。青コーナープロレスリングノア180センチ100キロ佐野直樹。佐野赤コーナー新日本プロレス180センチ95キロ柿原正人。レフリー穂永のりお。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組み合います。投げてまいります。スリーパーに捉えます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。鋭いキックです。掴んだ。エルボーを入れていきます。抱えます。フロントからのキック、ローキック、バックを取ります。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、腕を決めてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか。ロープに飛ばした。掴みます。ストマックに突き刺さります。UWF という3文字にこだわり続けますこの柿原正人。これまでのレスラー人生で数々の団体を渡り歩いてきたこの柿原、しかしこの男の U の魂というものは不変なものであります。
掴みます。ストマックへの攻撃であります。いやちょっと組みに行っちゃった方がいいかもしれないな。ダウンワン。組みに行きます。切り返します。足を狙ってまいります。膝を狙ってまいります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。小脇に抱えます。肘を打ち込んでまいります。掴んだ。キックで返します。ソバットを打ち込みます。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。キックを打ってまいります。ロックアップ。正面から投げを見舞います。腰を落とします。おっと逆に腕を取った。おっと逆に捉えた。パンチで返します。バックに回ります。いやタイガースプレックス猛虎原爆。腕をフックします。おっと逆に投げていった。ダウンワンツー。小股に挟んだ。あっと逆に足を取った。頭を掴んでエルボーで返す。腕をフックした。いやブレインバスターで叩きつける。放っていくのか。おお高いところから一気に叩きつけた。ブレインバスターで切り返した。ドロップキックが突き刺さる。さあ腕しぎの体勢だ。強烈なキック。ソバット打ち込む。組み合った。あと逆に返した。蹴りをぶち込む。ダウンワンツースリーフォー。小手を打ち込む。首根っこを掴んだ。残り試合時間5分。あと5ミリットゥーゴー。奥歯を噛みしめた。投げっぱなし。パワーパーム。ダウンワンツースリー。抜くのか。ダブルアームで投げ